アルフェン、その鎧かっぱらってきたのか。見かけによらず抜け目ないんだな。違うよ、ブレゴンが選別にってくれたんだって。そっか。でもまあ筋は通っているよな。その鎧、反乱の象徴みたいなもんなんだろ。俺よりジルファが着るべきだった。親父に似合うとも思えねえけどな。この鎧の元の持ち主はシスロディアにどんな夢を見て立ち上がったんだろう。未来も過去も本当のところは当事者にしかわからないわ。誰かの考えだって同じよ。死んだ者、破れた者の志を思うのは無意味だっていうのか。確かめようがないと言いたいだけよ。シスロディアの今後が気になってるようだけど、私たちには私たちのすべきことがある。何もかも責任を負えるわけではないのだから、あれもこれも抱え込もうとすれば迷いが増えるだけよ。分かってる。俺は前に進むことを選んだんだ。今やれることをやるさ。ローってカラグリアの生まれだったんだよね。まあそうさ。クソ暑い国を出たら隣はクソ寒くて平行したぜ。おまけに暗いし。もう暗くないし。あなたはどうやって国境を越えたの？スルドブリガの性質上、五稜の国境は基本的に行き来はないはず。なんだよ、尋問の真似事か。ダナのあなたにできた方法ならこの先使えるかもしれないというだけよ。ああはいはい、わかったよ。けど別にそんな驚くようなもんじゃないぜ。まさかあの炎の壁を登ったのか。いくらなんでもそんな真似ズーグルにだってできやしねえって。潜り込んだんだよ。潜り込んだ。そうさ、交流がほとんどないって言っても自分のところじゃ手に入らないものだってある。そういうのを融通し合うためのスルドの輸送隊が年に何回か行き来してたんだ。そういえばそんな話を聞いた気がする。その時だけ門が開かれるって。もちろんダナ人を同行させたりはしないけど、俺はその荷物に潜り込んだのさ。荷物にって、それで運ばれたってこと？よく見つからなかったね。まあ昔からコソコソするのは得意だったからな。それにあの時は捨て鉢になってて度胸だけは有り余ってたんだ。こう言っちゃなんだけど、ダナでもレナでも多分俺が初めてってわけじゃないと思うぜ。メネック、ガナベルトがカラグリアの噂を素早く手に入れたのもそれだったのかな。つまり私たちの動きはこの先どこに行ってもすでに知られていると思った方が良さそうね。よし、行くぞ。あの羽橋どこに通じてるんだ。知らねえけど降りてるとこを見たことねえな。どの道こっちからじゃ降ろす方法がないから使えないぜ。突破するぞ。いつバラバラにしてやる。追いかけてやる。外さないわ。力の差も測れなく。
がついてきたな。残りは俺に任せろ。ノー、急に元気出てきたね。ひょっとしてこれ貴重なんじゃねえか。見つかったわ。ちょっと見せてくれ。なんとかなったな。あ、この食材突破するぞ。みんなあとちょっとだよ。おい、サクッと蹴りつけようぜ。あ、ゾウは少しも動かないわな。なんで俺だけ外手のいなくなって止まる。そういう練習だ。決めて楽勝だったね、ウルル。やったぞ。ちょっと、どうだ。うん、よ、やれやれ、
元気なじいさんだな。次に会うのが楽しみね。気に入ったんだな、アップルパイ。そういや、この池、結構魚がいるんだよね。食べられる。それは食えると思うだけど、取る方法がね。野宿は嫌なの。攻撃あるのみ。二階級の変化だ。よそしてきた。危ない。はい、止まれたか。逃さない。そこだ。当たれ。調べて。終わりよ。俺たちが追ってるぞ。いつだって絶好調だぜ。妨害を頼む。ザコには負けねえって。さすがのシオンもダナの鎧は専門外か。そうね。その襟巻きはどうしたの。飾ってあった鎧にはなかったじゃない。ああ、前の服の時に青がいいって言ってただろ。だからこっちにもつけてみたんだ。そうなの。まあ悪くないと思うわ。俺にも見栄えってやつが分かってきたかな。まだまだよ。完璧。目から舌が飛び出るぜ。シオン、少しいいか。休まないの。少し話がしたいと思って。話すことなんてないけど。そうか、邪魔なら戻るよ。別に邪魔とも言ってないわ。ああごめんなさい。他人といることに慣れてないの。何を話したらいいのかもよくわからない。別にそんな構えなくたって。そうだ、子供の頃の話とか。ずっと茨があったから。これといって。そういえば友達がいたわ。友達？古い古い人形よ。ああ、子供の頃の私にとってはそれが気兼ねなく触れ合えるただ一人の友達だったわ。着替えをさせたり、食事の時に膝に置いたり、ずいぶん一緒に過ごしたわね。尋ねてもいいか。私が人形遊びをしていたのが意外？そうじゃない。ただその人形誰がくれたのかと思って。覚えてないわ。ずっと昔のことだし。今はその人形はどこにあるんだ。レネギスを離れるとき置いてかざるを得なかったの。残念だけど多分もう残ってないと思うわ。私はもう一食するから先に寝てて。おはよう。行きましょうか。ロ、え、ああ、
神器臭いけどなんてことねえさ。さっさと通り抜けちまうぜ。まだジルファのことで自分を責めているのか。そりゃあな。けど今考えてたのは別のことだ。別の？俺がなんで蛇の目の一員になってたかはまだ話してなかったよな。ああ、ジルファと喧嘩して飛び出したというくらいしか。その後どうにかシスロデンにたどり着いた俺はいろいろあって抵抗組織の一つに入れてもらったんだ。けどお決まりの密告があって蛇の目どもに襲われた。ひどい戦いだった。最後は降伏するしかなかった。なのにロー、奴らが気まぐれで俺だけが生かされた。俺は仲間の死ぬところを見届けさせられた。ズーグルのうなり、仲間の悲鳴、真っ赤に溶けた雪、そして奴らの笑い。今でも夢に見る。ガナベルトを倒せば乗り越えられるんじゃないかって思った。でも甘かったみたいだ。あの時俺は心底レナを怖いと思っちまった。それで仲間を裏切り親父を死なせることにもなった。不安なんだ。いつかまたここぞって時に同じようにブルって逃げ出すんじゃないかって。俺たちを残したか。本気で言ってるのか。そうじゃないって思いたい。けど俺は。あ、いた。どうしたリンベル。どうしたじゃないよ。振り返ったらいないからびっくりして戻ってきたんじゃない。立ち止まるならそうと言いなさい。ズーグルだっているのに分散するなんて。なあ、悪い悪い、ちょっと催しちまってさ。まさかここで。嘘でしょ。さあ行こうぜ。立ち直れるといいんだが。声をかけたのは私じゃないわ。あいつはジルファの息子なんだぞ。放ってなんかおけない。そんな余裕私にはないの。足を引っ張るような道連れはいらないわ。なんでこんな地下に道なんか作ったんだろうな。山が険しすぎて越える道を作れなかったからじゃないかしら。昔の占領される前のダナ人も山を通り抜けるためにこの道を使っていたんだろうか。通るだけじゃなくてここで暮らしてたのかもしれないよ。確かめようがねえさ。そんなの俺たちは全部忘れちまったんだ。忘れたんじゃない、奪われたんだ。奴隷には不要なもの、残っていては不都合な心の拠り所、何もかも。
全部じゃないよ。ほら見て、そこ。なんだ、皿かなんかのかけらか。多分ね。たくさん消えてしまったのも確かだけど、それでも調べればまだいろんなものが見つかると思う。そんなことができる日が来ればだけどね。来るさ。来ないなら来させるんだ。調子していこう。
ちゃんと通り抜けられるだけマシだろ。むしろ崩れたおかげで通れるとこもあるしね。で、天井が崩れてきたりはしないわ。
少しも気を抜かないで。
死ぬだけ。なんで俺だって。ウソライザーバッチシ決まったな。なあロ、シスロデンを出るとき諦めない限りやり直せるって言ったのを覚えているか。もう過去がどうあれ、少なくともあの時お前は一歩踏み出したんだと俺は思う。手探りなのは俺も同じなんだ。アルフェンは戦うことを教えてくれたのはジルファだ。彼についていけばいい。最初はそれでよかった。だがジルファは自分自身の主になれと、自分だけの答えを見つけろと言った。だとしてももっと学んでからだと思っていた。だから彼が死んだ時頭が真っ白になった。レナのスルドを倒し続けるのはいい。だがその後は教えてくれる人はもういない。悩んでみても所詮俺にできるのは戦うことだけだ。それにレナの支配をこのままにしておくのも嫌だ。だから戦う。レナのスルドと戦いながらその後どうするべきかを考える。それが今の俺なんだ。戦ってそれで勝てると信じてるのか。本当に信じる。いや信じたいが本音かな。それすら正直一人じゃおぼつかない。半端者同士でも支え合うことはできる。一緒に戦い悩み探す。それじゃダメか。ダメじゃないと思う。分かったよ。何ができるかまだ分からないけど、とにかくやってみる。また二人で立ち止まって、今度はお腹でも下したわけ。そんなんじゃねえよ。男同士の大事な話だな、アルフェン。ま、そんなところだ。まあ、いいけど。あ、この先風を感じるんだ。多分、出口は近いよ。そりゃいい知らせだ。早いとこお天道様を拝もうぜ。